おはようございます。今日はぐっすり出ましたね。うん。はい、今日もこれから男子フリーかなや,やるみたいなんで、ちょっと準備していこうかなと思うんですけど、はい。ゆいのややさん、どうもです。か、え、ぶ、ー、さん、今日の10月15日は、えっ、ー、と、人形の日だそうです。なるほど。私は人形はアンティークの人形とか大好きです。 えー、小さい頃はリカちゃん人形を集めていました。あとフィギュアスケートのフィギュアはちょっと前でまで人形のことだと思っていました。うん。まあ、そうですね。フィギュアってあのフィギュアですよね。うんまあ、ちなみに、えー、ベルギーとかフランスとかはアンティークの人形っていうのがノミノの市とかに結構売ってますよ。うん。あのー、まあいわくつきだったりとかもあるみたいですけど、 まあそんな感じで。うん。まあ、日本人形とは怖いですけどね。はい。あ、ちなみに、あの、日本でフィギュアの女の子と結婚した人がいます。これ、僕の知り合いですね。100万円相当の指輪を買ってあげてましたね。びっくり。うん。えー、藤原うまこさん、どうもです。 株くんこんばんは、えー。選手の方々の怪我の話はたまらなく辛いですね。うん。一日トレーニングができないと取り返すのに何日も、えー、かかります。私は日本ではあまり知られていない、繊維筋痛症という病気なんですが、全身に激しい痛みが走ります。繊維,繊維筋痛症を初めて知りましたね。眠っている時も大事な仕事中でも、 おいしい食事中でも突然激しい旅が体を走り抜けたり、一箇所に止まってぐりぐり始まったり、小さな頃から結構好きなおてんばむだったんで、私が体を動かすことが容易ではなくなりえ、こんなに大変なことになるとは思っていませんでした。いや、ほんとこれ、話していただけでも相当大変ですね。心ない人からの暴力により、今も右ひ膝の。 えっと、そうですね、半月板は、えー、ボロボロで、おまけに歩いただけで脱臼してしまいます。えー、そのため、普段は電動自動自転車で片足漕ぎという器用な漕ぎ方をしています。大変ですね、本当また、その上、やはり暴力により、これ、暴力っていうのは、これは、えっと、 えっとパ、パートナーの暴力でしょうかね。35年前に、仙骨と尾骨も骨折していてえ、くじ、くの字に曲がってついているため、当初は歩けず、家の中は半年張って生活をしていました。えそこから、リハビリをして、筋力をつけるためのトレーニングを始め、え最終的にマラソンができるようになり、あ、よかったですね。うん。しかし、え精神的な重圧と、一人での、 え3人の子どもたちの養育と、えー、障害を持ったこの育児はあまりにも私には、えー、ストレスが多く、繊維筋痛症という難関な病気になってしまったようです。なるほど、これは後天性ということなんですね。うん。えー、そして、発病は、発病してから18年になります。今でも2週間に1回は病院に行っています。うん。これちょっとなんか難病な感じがちょっとするんですけども。 えー、フィギュアはアスリートですから、怪我は隣,隣り合わせですね、えー。でもフィギュアはスポーツと、えー、芸術が融合した競技と思って見てきました、えー。どんどん進化していくのでしょうが、えー、もう、あのー、これ以上回転を増やさないでほしいですね、うんうんえー。3、4回転で十分と思って見ています、えー。これ以上になっては怪我人も多くなりますでしょうし。 何のこっちゃ分かんないまま演技終了になりそうです。うん。まあ本当にスピードがあり、表現力があり、美しさあり、感動を生む演技を期待しています。もっと選手を大切にしてあげたいですね。えー、なかなかすいません、おやすみなさいませ。いやー、本当、怪が、そうなんすよね。だから多いので、うん、もう本当アクロバットの世界になってきてますね。で、選手はそれぞれの演技を、 こうより完璧に綺麗にしようってしますから、綺麗にし,しようとすればするほど、まあ、体はかなり酷使するんですよね。うん。だからまあ本当にそういったとこは、かなりきついんですけどね。うん。えー、U、のエアさんも言ったです。えー、かぶさんいろいろとお疲れ様ですね。ハリポタ出来上がってきた感じですかうん、まあちょっとまだ多分納得いかないとこあるんですけど、まあ、とりあえずは流れとしては OK かなと。 いうところですね、うん、ぬいぐるみがいると部屋が暖かい感じになりますね。あと、いつも思いますけれど、ライトおしゃれですね。うん。あ、そう、これね、もらったんですよ。うん。フリーも作るんですか楽しみにしています。うん。まあ、フリーは多分ですけど、あの、今回のロングプログラムが4分間なんで、フリーは多分5分かな。うん。4分30秒か5分ということで、ちょっとフィギュアスケートとは違うんですけど、 そんな感じで考えてますねで曲をはどうしようかっていうところでちょっとまだ決めてませんけど、うん。はい。でそれで一連の、まあ、ショート、えー、テクニカルプログラム、えー、ロングプログラム、フリープログラムっていう感じの4つのプログラムを作って、えー、一連のプログラム完成ですね。はい。えー、空でさんどうもです。おはようございます。今朝は快晴です。 で今日10月15日は、世界手洗いの日ですということで,ですね。人形の日に加えて、うん。えー、あた正しい手洗いで感染症予防して、命を守るというメッセージを広めるために制定をされたそうです。なるほどですね。日本にはたくさんの種類のハンドソープや石鹸がありますが、ベルギーではどんな感じでしょうか。ベルギーも結構ありますけど、いつも決まったものしか買ってないですね。 うん、石鹸は買ってないですよ、僕は。うん、あのー、まあ、なんていうのかな、もう本当こう、ねまあそういうシャンプーみたいなやつですよ、だから。うん、私は敏感肌なんで、えー弱、弱酸性のものを使っています。予想最高気温は21度ですと。うんえー、練習お疲れ様でした。つ、え、い、ー、にハリー・ポッターのショートプログラムの作品が。 ほぼ完成ですか。うん、曲の解釈がとてつもなく、難易度が高く大変だったと思いますが、ここまでたどり着きましたね。うん、まあちょっと完成。うん、ちょ振り付けね。うんなんかちょこっとを変えていこうかなと思うんですけど、まあ、とりあえずは形としてはオッケーかなと。今回はいつもよりたくさんのぬいぐるみが見学に参加していますね。えー、まさに和みの光景ですね。 うん、そうなんですよ。ジャンプを飛ぶときやスピンをするときにぶつかんないように気をつけてくださいね。うん、あ時計とかなんかちょっとぶつかりそうで怖いですね。うん、それと、連日の応援で疲れています。あ、これはもう全然大丈夫ですよ。あのフィギュアスケートの応援に関しては全く疲れないですね。むしろあの楽しい感じでいくので、うんあ、しっかり睡眠をとって活力も養ってくださいね。うん、あ,ありがとうございます。まあ、おかげさまで今日は あのー、10時ぐらいまで爆睡してましたね、今、今起きたばっかりです、本当。うん。えー、ハリー・ポッターに関する話題になりますが、反巨人の魔法使い、ハグリッドを役を演じた俳優、ロビー・コルトレンがさんが14歳に亡くなったとの,の報道がありました。そうなんですよ、これ、ベルリーでもすごい報道されてましたよ。うん、そうなんですよね。72歳そう、びっくりですよね。 72歳だったんだっていう。うん。いやー、ハグリッド。ね。それと、日本からの話題です。昨日、えー、今月1日に亡くなったアントニオイノキさんの告別式が、えー、取り行われました。えー、ご家族の方は、海外在住のようで、全員の帰国を待って、通夜と告、えー、別式となりました。うん。それと、7月に沖縄県名護市の海岸で亡くなった有料の作者、 高橋和樹さんですが、海で流された10代の少女の救助中に、階段事故に遭ったことが判明しましたということですね。えこれ知らなかったです。なるほど。少女はその後近くにいた米兵男性によって救助されて無事だったようです。人助けのためにこのような悲劇に見舞われてしまい、悲しいですね。なるほど。そういうことだったんですね。うん。 ちょっとびっくりしましたけど。えー、カオリンさん、どうもです。えー、スラカエさん、そう、ハグリッドが亡くなられたんですかうん。知らなかった。ハリーたちのお兄さん的な方だったんで好きだったわ。うん。そう、でもハグリッドってね、映画の中ではなんとか生き残りましたけどね。うん。あー、残念ですね。まだ若いのにって。ってことは、映画の撮影時は60代だったってことですか若く見えましたね。うん。いや、本当ですね。そうですよ。 ハグリットは確か炎のゴブレットでなんか恋してる女性いましたね。うん。フランスの学校の先生だった気がしますけどね。うん。そうそう。はい。亡くなったらしい。結構亡くなってる人多いですよ。だからあの、セブレス・スネープだって亡くなってますよ。あの人確か。結構もう、2、3年ぐらい前から、3 4年ぐらい前か忘れましたけど、スネープも亡くなってるし、あと、マルシッサ・ナルフォイのお母さん、マルフォイのお母さんですね。 もうナルシスタもなくなってますね、確か。うん。そう。あと、面白いのが、なんだっけな。えー、誰だっけな。えっと、ギルデッド・ハート・ロックハードっていう男が結構不倫ばっかしてるっぽいですね、あの人ね。うん。で、あの人、なんか昔、えー、トレーニーっていう、あの、人いたじゃないですか。水晶の、ほら、なんだっけ、先生っていうかね。うん。あの先生、 とかかか付き合っっって言っててたた言ましたよねでも、ナルシストとも付き合ってたんじゃないあえ、違う。レストレンジャーだったってな。なんか、ともなんか付き合ってたとかって話し合って。うん。あれですけどね。そんな。でも結構ね、ハリポー・ポッター亡くなってる人多いですね。うん。あの、狼男も亡くなってますよ。あの人,あの人は確か熱中症かなんかで亡くなったらしいですよ。あの、えっ、ー、と、渋い人、デスイーターの、何だっけ、あの人。 えっと、オオカミ男。あの人、熱中症で亡くなったらしいですね。俳優の。うん。びっくりしましたけど、あの俳優結構好きだったんですけどね。うん。あと、マルフォイと、ね、ハーオニーって付き合ったんですね。本当にね。うん。えー、サラカエさん、どうもです。ローラーフィギュアスケートという競技があることを、この動画を視聴して初めて知りました。あ、あるんですよ。そう。えっと、ニシキ・シンゴっていう人がね、やってて、あの子、トリプルアクセル飛びますね。 うん、この人、確か昔話したことありますよ、錦慎吾さんと。うん、早速、検索したところ、日本には徳島県徳島市にクラブがあり、大会も定期的に開催されているそう,そうなんですよ。うん、なんか、体感っぽいところで、錦、うん、慎吾くんね、いる。でも、あの子、困ってましたね、いろいろね。 うんえー、徳島県は電車が存在せず、機動車しか存在しないこと、朝海岸鉄道の DMV に、海遊町には、病は死に出せという価値観のもとで、生き心地の良いまちづくりをしていて有名など、徳島県は他県にはない特色がたくさんありますね。うん、そうそう。まあでも行ったことないですよ、僕、徳島県ね。うん。かぶさんもローラーフィギュアスケートを挑戦するために、ローラー靴を買ったんですね。 えー、この中禍で連休場が閉鎖されたときに、代、え、価、ー、の練習という目的でしたか。貴重な経験でしたね。うん。そうなんですよね。まあちょっと公園でやってましたけど、まあ、その動画もちょっと YouTube 上げてるんですが、まあ、結構ね、難しすぎますね。怖い。うん。変に転ぶときがあるんで、フィギュアスケートとは全然違かった。で、あの、このローラーフィギュアの靴を履いたまま、 えー、慣れちゃった慣れてから氷に戻ったらもう感覚が狂ってたんでもう全くフィギュアスケートの練習にはなんないですね。うん。えー、かぶさんがイスラム圏の方と遭遇したのは、えー、大学ではなくスケート場でしたかうん。まあ、この人とは結構、まあ、知り合いっていうか仲良かったんですけどね。うん。豚肉を食べたら怖い思いをしたとはとんだめに会いましたね。うん、日本国内でも えー、ムスリムの方々のために料理においてハラーム対策をしているところもあります。うん、そうでもびっくりしましたね。きいきなりなんか豚,豚肉を食べたらなんか臭いから向こう行きみたいなって歯みたいなのを思いましたよね。えみたいなのになって、うん。感じ悪いと思ったんだけど、なんか豚肉食べてる人尊敬できないとか言って、いやいやいやみたいな。いやこ日本だけどって思ったけど、その時には何も言わなかったんですけど、ちょっと、ちょっとえ、え違うみたいな,なんか言われてそう、嫌悪感を持ちましたなんかね。うん えー、そして、空、え、貝、ー、さんも言ったです、東京の地下鉄に存在するオレンジ色の改札ですが、実は新幹線の駅にも、えー、似たような改札があります、えー。山陽新幹線の新神戸駅には、えー、黄色い改札があるということみたいですね、えー、新神戸は山陽新幹線と神戸市営、えー、地下鉄の駅ですが、えー、JR の在来線駅は存在しておらず、新神戸から一番近いのは新長 長田駅となり、新神戸から新長田まで地下鉄での移動が必要で、三宮や、えー、三宮ですかね、三宮かな、からや神戸まで行く場合には、新長田、えっと、から神戸線に乗り換えとなります、えー。神戸市内までの乗車券を所持している場合には、必ず黄色い開発を通過し、新神戸から新長田は地下鉄を利用、JR ではないため、えー、別途運賃が必要とし、 新中田から再度、神戸市内までの乗車券を使って、二宮や神戸へ向かう形になります。うん。なるほど。新神戸駅での乗り換えの際に、神戸市内までの乗車券の場合、黄色い開発ではないと,ところを通過すると、切符が回収されてしまうので注意が必要です。うん。このような複雑さがあるため、東京や名古屋から新幹線を使って神戸に行く場合は、 新幹線の利用は新大阪までにして、新大阪から在来線を使って移動した方が、えー、スムースということみたいですね。なるほど。うん。そういうからくりみたいですよ。そして、結いの家屋さんがおっしゃっていた、アイステストの猫駅長のラブの件ですが、足の巻温泉駅ということみたいですね。うん。死因は慢性腎臓病だったそうですということみたいです。 なるほど。うん、えー、お別れの会の開催も予定されているそうですということですね。うん。えー、そらかえさんもう一度です。うん。今回のサムネで登場している面電車は、藤沢と鎌倉を結ぶ江ノ島の鉄店です。江の島鉄店です。江の電ですね。うん。そうなんですよ。これ僕なんか知ってましたけど、フリー画像で撮ってきましたね。うん。そう。 ノにも思いい出があり懐かしいです、えー。東京とブルーッセルの地下鉄の様子と違いについて、えー、解説いただきありがとうございます。うんまあ,あんまりちょっと覚えてはいないんですけども、覚えている範囲で。東京の地下鉄は世界の中でも駅構内が常に清潔であることや明るい照明がついていて、えー、地下鉄でも暗さを感じないと評価されているようですが、やはり本当のようです。いや、本当です。毎週目に本当ですよ。うん。 本当と綺麗ですね。まあ、汚いところもありますけどね。でも、綺麗ですね。あの、海外から比べたら、本当にね、綺麗ですよ。あの、ベルギーの地下鉄はね、結構、本当汚い。うん。今、食事中だから言えないけれども、まあ、言えない、言い,いてくないってこところもありますけど、結構汚いですよ。うん。なん想像、想像にお任せしますけど。うん。あと、なんか、本当薄暗いし、もうなんか、本当ね、どす暗い感じがしてですね。早く抜け出したいってなりますね。うん。 ただ複雑回帰でもあるとは思います、うん、銀座線、丸の内線を除いて、他社の鉄道会社、JR 東日本、東急、東武、小田急などと直通運転をしているため、乗り過ごしたりすると、神奈川県、埼玉県、千葉県など、都心から比較的遠いところまで連れて行かれたりしてしまいます。うん、なるほど、確かに、うん。確かにですね。えー、遠いところですと、えー、千代田線では、伊勢原、 神奈川県や取まで行ってしまう列車が存在します。ありますね。うん。そうそう。てか、僕、これ、一貫、やっちゃった気がすんな、確か。うん。これは、地下鉄以外にも言えますが、えー、種別の多さに混乱する人が多いようです。例えば、小田急ですと、私が東京に住んでいた時は、特急快速急行、さらに、昔は湘南急行、急行、多摩急行、ああ、多摩急行、懐かしい。 懐かしいですね。これ、よく聞いてました。多摩急行準急準急準急とか僕意外と吸ってたんですよね。うん。え区間準急各駅停車、7種類ありましたね。懐かしいですね、これ。現在は区間準急と、あ、そうなんだ。なるほど。多摩急行を仲間たんだ。残念。好きだったのに、名前が。なぜか。うん。えー、現在はね、で、通勤急行と通勤準急が申請されました。へー。 知らなかったですね。通勤・準急とか。日本人でも使い慣れていないと間違えてしまう方が多いそうです。えー、海外の方はもう、仰天レベルはそうです。確かに。こんなのはない。あ、でも、格行きと、まあね、休行みたいなものありますね。うん。はい。でも、そんな休行とかって日本みたいには言ってないんで、うん。 あの海外の方はもう、仰天レベル、それと小田急の新宿駅は地下鉄ホームと地下ホームに分かれていて、えー、各駅停車は原則として地下ホームからそれ以外は地,下地上ホームから発着しているため、このことを知らずに新宿から各駅停車を扱う使う方がえ来たら迷いそうですね。まあ、確かに本当ですねうん 確かに、本当、本当。うん。ベルギーの首都ブルーステルの地下鉄の路線図を見てきましたが、東京の地下鉄路線図と比べると、シンプルな気が、感じがしましたね。うん。え東京のように改札連絡線駅となるような駅もなさそうです。ああのね、ないですね、多分ね。多分ない。うん。でも、ちょっと歩くは、歩くところありますけどね。なんか、なんか乗り換えでちょっと歩いた気はしますけどね。うん。 はいそれと、東京の地下鉄は地上への出入り口も何か所もある、あそう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 、これも確かシュ多分そうですね。えー、地下鉄も何か所もあるため、目的地にあったところに行かないとなかなか目的地に行かないところもありますね。確かに、同じ駅でも、あれこれ全然違うみたいな、すごくありますね。うん。そう、これもね、面白いですね。そのため、出入り口には例えば A1、A2、B1、B2 などと、 表記されていたりしますね。全くその通り、懐かしいですね、本当目的地がはっきり分かっているならば、駅にある地図を見て該当する出入り口番号をチェックすれば、迷うことはないと思いますが、地図に見慣れていないと辛いかもしれません。うーん、いや本当本当僕も結構これ困っちゃいますよ、本当うんでもね、なんか今思ったら面白いですね。うん。あのー、私も23区内にある目的地に行くとき、や、 えー、ホテルに行く際には必ず地上への出入り口番号まで、えー、確認するようにしています、えー。迷子にならないための秘訣になりますね。うん、必ず僕は迷子になりますからね。まず A1、A2 がどこみたいなねそ。そういう感じで。ブルーステルの地下鉄はどんな感じでしょうかああ、ちょっとそこら辺、出口とか出入り口はちょっと覚えてないですね。でも、比較的出入り口は数があったような気はしますけど、 ブルッセルの駅に関しては比較的シンプルだったかなと思います。うん。まあ、国鉄から、まあ結構、その後ちょっと階段を登って、えー、まその後、右の方に行って、左に曲がって、すぐなんで、地下鉄がね。だから、そんなシーンは難しくはありませんけど、うん、ちょっとあんまり、なんか色、色気がなさすぎるんで、うん、あんまこう覚えてないですね。はい。今度なんか乗ったときに、今度、えー、と撮影してみたいと思います。はい。